武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は岡山大学の2016年の入試について話していきたいと思います。まず岡山大学、ですが、形式の大きな変更とは特にございません。歴代の過去問をしっかりやっておけば、十分対応できる難易度でした。では早速科目ごとの勉強に入っていきましょう。まずは英語、ですね。英語に関しては大問4つで2題が、読解で2題が英作文。英作文は和文英訳と重英作文が1題ずつという形ですね。で、2題の読解問題に関しては、まあ、記述の問題は割と多めになっています。で、文章そのものの難易度はそこまで高いわけではないのですが、まあ、日本語の説明問題が割と多いので、記述力、まあ、要約だったり説明能力ですね、このあたり鍛えておかないときついかなと。まあ、どのみち特に文系学部の場合は一般で、二次で普通に国語があるので、その国語の論述やってればいけなくはないかなと思うんですけど、理系で受ける場合なんかでは、要約練習などあまりしてない場合には、まあ、ちょっとやっておかないと厳しいかなというふうに思います。で、英作文に関しては、まあ、和文英訳、に関して結構そのテーマが、まあ、文章の中から、線引かれて書く形なので、結構その何というかその例題とかであるような問題そのままの文章で出てくるという形じゃないので、割とその実際自分が覚えた、書ける文章に、与えられた文章をある程度変換する作業っていうのが必要になります。それがちゃんとできるように練習をしておく必要がありますね。で、自由英作文に関しては、まあ、割とその自由英作文ちゃんと書く練習しておけば、そこまで、きついテーマではないので、まあ、こちらは自由英作文に慣れておいて、和文英訳の例文ちゃんと暗記しておいて、書ける状況にしておけば問題ないかなと思います。はい、続いて数学、ですが、数学に関しては大問4題で120分という形で、まあ、論述、になります。で、出てる問題に関しては、まあ、満点取るとまでいかないで合格点のレベルであれば標準問題の、範疇かなと思います。まあ、一部大問で一つだけ難しかったり、まあ、大問の最後の方が難しかったりみたいな部分はまあ普通にありますので、そのレベルまで解こうとするとやはり結構難易度高いところまで練習しておかなきゃいけないかなというところになるんですが、比較的、まあ、標準問題を解くだけであればそこまでの難易度は、ないかなと。ただ医学部の場合なんかだと、まあ普通の、学部の合格点取るレベルよりワンランク上の参考書をやっとかないと、まあ、合格点まで到達できない可能性が高いかなと思います。で、出てる範囲に関しては、割と幅広く、出ていますので、特定の範囲を狙い撃ちって形じゃないですね。まあ、一応重視するところと考えてみると、やはりその微積や、まあ、最大最小のあたりなど、特にグラフ関連と、あとはそのまあ、数列、ベクトルあたりですね。このあたりはまあ優先的にやっておいた方がいいかなというところですね。で、まあ、グラフ問題割と、出やすいのと、あと証明問題は、特に2016年度は、結構出てましたので、証明問題今後も出やすいかなと思いますので、まあ、しっかりやっておいた方がいいかなと思います。はい、続いて国語ですが、国語に関しては、まあ、大問4つ、ですね。で、出題されていて、まあ、記述、中心の問題となっています。で、まあ、特徴としては、現代文で小説が出るという点ですね。なので、小説の論述ちゃんとできるようにしておかないと、厳しいというところですね。ここは特に注意が必要かなと思います。ただ、出てる文章そのものに関しては、難易度はそこまで、厳しいものではありません。ただ、大問4つあることと、それぞれ全部記述が出てくることを考えると、まあ、正確に回答しきる、練習と、あとは、時間内に解き終わるところですね。ここがやはり、厳しいかなと思いますので、そこに合わせてしっかり対策をしておいた方が、いいかなというふうに思います。はい。続いて、理科、ですが、理科の問題に関しては、やはり標準問題が非常に多い、構成になっています。ただ、生物がですね、ちょっと100字の論述などがあったりで、長めの論述出てきますので、これはもうそれに合わせた対策ちゃんとやっておかなければいけないかなというふうに思います。で、まあ、理科全般、に関しては、まあ、基本的に合格点取るだけであれば、標準問題一通り網羅できていれば、いけますが、高得点、本当に満点狙いに行くぐらいのつもりでやろうとなれば、一部その、結構細かく分析しなきゃいけなかったり、まあ、ちょっと難しいなっていう問題が出てくる、ところはありますので、
まあ、そういった問題をどこまで取るかっていうのは、まあ、時間との相談なんで判断力も問われるところでありますが、あらゆる面に対して重要なのはやはり記述力、あと計算過程などちゃんと回答を作る能力ですね。このあたりを意識しておかないといけないかなというふうに思います。で、生物の場合は論述力かなり必要なので、論述の練習はちゃんとやっておくように心がけてください。はい、そして小論文、前期試験での小論文があるのは、あの教育学部、の養護教育か養護教諭養成課程ですね、になりますが、こちらに関しては意見論述600字の内容説明150字、まあ、通常の小論文、ですね。割とテーマに関しても、まあ、用語共有、に関わってくるような、内容なので、まあ、人文系など、の、まあ、ネタ本など、一冊しっかりやっておくといいかなというふうに思います。で、字数もテーマも割とちゃんと練習してれば十分書けるものかなとは思いますので、まあ、こちらは小論文の参考書、しっかりやって自分の回答の吟味をして、まあ、あのリライト、繰り返して書き直しですね、繰り返して、まあ、あの回答の向上をさせるようにしていってください。以上が岡山大学の勉強となります。